のくさんこんにちは。あのパウダーチャンネルね、私も面白くって見てるんですよ。で、婚活市場のことはね、もっともっと前から私リサーチしていて、すごく面白いなと思うんですけども、実際に婚活のね、扱っている大手結婚相談所に私ね、何社か登録していったことがあるんですけども、あの登録っていうかね、あの会員登録ではなくてね、あのアフィリエイト登録していったことがあるんですけども、そのね、実際に行って面談を受けるんですよね。どんな女性をお好みなのか、そして女性はどんな男性を求めているのか。私はね、その PR シートを書くと、実はですね、ちょっと私は、まあ、あの PR シート結構いい感じで書いてはいるんですよ。まあ、大体年収が1200万っていう書き方をしたりとかね、まあ、大学卒であったりとか会社の経営者ってことでエントリーしてるんですよね。で、実際に店舗がありましたんで、店舗の位置をこうパーッと書くわけですよ。そうすると、あ、知ってる知ってるみたいな感じで、そのね、結婚相談所のサービスマンの方、女性の方もね、言ってくださって、で、他の社員さんを呼んでくださってね、3人ぐらいで私のそのエントリーシートを見てくれるんですよ。で、みんなですごく盛り上がってくれて、私も、あ、気持ちがいいなと思ったんですけども、久保さんが入会したらこの女性を紹介しますねって形で3人ぐらいの女性を紹介してくれるんですよ。当時私37歳か8歳だったと思います。あの広島の平和公園のホームレスが終わったぐらいですね。で、みなりスーツを着て行ったわけなんですけども、あのその3人ぐらいのね、婚活のそのアドバイザーの方が、私にね、そういうふうな女性のシートをね、先行して出してくるんですよ。入会したらこれを出して、あのこの女性を紹介しますと、3人紹介しますって感じでね。この3人の女性もすごいですよ。あの年齢は短大卒、女子大卒ね、これ以上細かく言うとちょっと特定されるかもしれませんけども、まあお嬢様ですよ。で、なんとね、男性との交際経験なしとか書いてるんですよね。なんでしょうか、ここまで書いてるんだなと思いますよね。で、実家はこれこれの方、まあ市役所お勤めとかね、結構固い方、銀行のなんとかとかね、そういう方の、もう本当にガチガチに固まった、もう見るからにお嬢さん。しかもあの、まあ写真もバストアップの写真もあるんですけども、別のスナップ写真も入ってるんですよ。で、そのスナップ写真がね、結構ね、あのまあいわゆる下世話な言葉で言うとそそるって感じですかね。いや、ここまでやってくるんだなと思いますよね。もうこれ会員入会しないと損じゃないかみたいな感じさすんですよ。で、多分そのアドバイザーの方が言うには、入会したらすぐにお見合いをさせていただきますと、3ヶ月以内にこれ決まりますよということを言われるんですよ。で、決まったら、あのまあなんですかね、カップル成立と、あとはね、婚約したらね、成婚のための、婚約のためのお祝い金も出ますよ。だから入会金なんてすぐ戻ってきますよっていうわけですよ。で、いろいろと話してみると、あのやっぱり、ね、スピード結婚しそうな人はどうしても入会してほしいらしいんですよ。で、スピード結婚した実績をどんどん出したいということだったんですよね。特に私もその時もうアラフォー世代だったんで、30代後半の男性が入会して3ヶ月以内に成婚して退会されました。で、相手の女性はこの、まあ、若い方ね、22歳23歳ですよみたいなことをね、やっぱり歌いたいらしいんですよ。で、ほとんどの場合は、ほとんどの場合ですよ、こういうふうな理想的な会員さん、要するに決まりそうな会員さん同士は AAA 会員としてね、こう入れちゃ大会おめでとう、入れちゃ大会おめでとうみたいな感じでパンフレットとか PR に載せるためのネタにするらしいんですけども、残念ながらですね、 AKB と同じようにほとんどのね、1000人中990人ぐらいはまあずっといるだけなんですよね。ひどい人は入会して入会金を払いながら、何回も何回もね、いろんなオプションつけながら3年間決まらずに大会みたいなね。で、そういった方からのお金が会全体を支えてるらしいんですよ。ですんで、決まりそうなイケてる男性、イケてる女性の AAA 会員さんは AAA 会員さんだけでマッチングをね、させて、一般会員さんには紹介させないんですよ。紹介しないらしいんですよ。そうなると上層部のいわゆるね、結婚上級国民だけはどんどん決まっていくっていう流れができて、それに希望を抱いてほとんどの会員さんは入会するんだけども決まらずに、あ、でもな、あの年代の人もこういうふうに決まってるからなって形で希望を抱きながら1年2年3年と経っていくらしいんですよ。そしてその間に数百万というお金が結婚相談所にそういった会員さんから流れ込んでいくという、こういう仕組みなんですよね。まとめましょうか。結婚相談所の仕組みなんですけども、一部の上級結婚会員さんとでも言いましょうか、 AAA の方はほとんど無料で決まります、ね、実質的無料です。で、ほとんどの他の一般会員さんはお金払うだけで、会社を支えるだけで何も決まらないというね、そういうふうな恐ろしい状況になってますね。ですんでね、どうするっていう話になりますけども、
個人でされてる結婚相談所の方をおすすめします。ここは本当にすごいですよ。のっつえ、なんとか、あ、広島にもね、木島さんって方がね、YouTube でやってらっしゃるんですけども、ここはいいなと思いますよね。そして、パウラチャンネルですけども、これね、多分ね、男性の方がやってますね、運営はね、VTuber みたいな感じで。まあ、特に独身の男性の方がやってるんじゃないかなと、私は思いますけどね、恨み節をね、かなり、この14歳のパウラという女の子を通じて語ってくれるんで、男性のファンが多いんじゃないかなと思いますね。そうだそうだみたいな感じでね。まあ、ですけどね、私の個人的な感覚で言えば、ほとんどの、面倒くさいこととか大変なことは男性が担っていくもんじゃないかなと思いますね。女性進出って叫ばれて長いですけども、でもやっぱり社会のね、こういろんな面倒事とか、いわゆる戦闘なんですよ。社会人生活って戦いなんですよ。毎日戦争です。しかも素手の殴り合いですよね。こういったマーケットに、やっぱり女性がね、どこまで耐えうるかってことなんで、まあ、強い女性ってのもいると思いますけども、お金のこととか、お金のこと、人脈のこと、それから圧力のこと、まあ様々ね、ありますけどもね、本当言葉には言い合わせないぐらいの戦いが、やっぱりね、男性がほとんどの、その、なんて言いますかね、向かい風を引き受けてあげるぐらいじゃないと、まあ、いわゆる男が女を守ってなんぼみたいな感じですかね。だから収入も一定額ないと男性はきついし、男性は年を取れば取るほど若返っていかないとやっぱりなかなか難しいところがありますし、男に求めるんだったら女はもうお前平等にしろよっていうのは、なかなかね、感情的にも現実的にも成り立たないのかなと思っちゃいますね。ただ男性は一人で生きていくって決断をしたら、本当にこれね、自由で楽しいんで、そういう場合、まあ、女性が余っちゃうってことになるのかなと思いますけども、まあ奇妙なことはね、男性が余れば同数女性も余るってことなんで、女性余りっていうのはちょっとおかしいんですよ、実は。男性もそれだけ余ってるってことですからね。だから私は両方とも同数余っていて、まあ一部にはね、時間差ハーレムっていうのもあるらしいですよ。だから男性が20代で女性と付き合う、別れる。男性30代になりました、30代でまた女性と付き合う、分かりました。40代になる男性はまた女性と付き合う、ずっと女性は一定年齢です。でこういうふうに男性は時間差をつけてね、同じ年代の女性と自分の年代が上がっても常に付き合っていくみたいなことが起きるみたいなんですけどもね。さあ、カースト制度、恋愛カースト制度、これからどうなるんでしょうか。またノクさん、この話題ねえ、もう面白いですから話していきましょう。よろしくお願いします。